はい、それでは皆様お久しぶりです。久々にね、動画投稿、やろうかなと思うんですけれども、今回はですね、Jリーガーの弟と、1対1をしたという動画なんですけれども、もうね、シーズンが終わって撮るネタがなくてですね、ちょっとまずいなと思って今日はね、弟を誘ってグラウンドで、ね、1対1をやったので、まあその様子をね、ちょっとお届けできればなと思います。まあ僕の話はグダグダ聞いてももうちょっと特にないんでね、じゃあ早速行きましょう。
はい、てな感じでね、いかがだったでしょうか。もうあのね、まあ、一つ言い訳させていただくとですね、僕ちょっとね、右足をね、今、怪我しててね、くるぶしの下のところでちょっと怪我してて、ね、止まったりする動きが痛いのでね、ちょっとそれがね、まあ言い訳なんですけれども、はい、まあね、でも、それを差し引いてもね、やっぱり J リーガーである弟はですね、うん、やっぱりプレーのスピードとかも速いですし、まあね、県リーグではなかなか、対戦できることのない、マッチアップすることのないね、感覚になるので、ね、もちろんね、うん、これで弟見てるんですけどね、ちょっとね、面と向かってはなかなか言いづらいので、こうやって、ね、動画を通じて言うんですけれども、まあね、弟、まあ、近くにいる存在ながらね、本当にいい刺激になって、こうやってオフでもね、まだ1対1とか、ボール一緒に蹴ったりするんでね、まあそういう選手がね、身近にいてくれるのは本当、僕自身もね、サッカーやってる、続けてる上でね、いい刺激になりますしね、これからも良きライバルであり、いい弟で、会ってくれることを願います。だから今日の、1対1のね、まあ、あれほとんどカットしてないで、カットしないで載せてるんですけれども、まあ一部だけね、カットしないで載せてるんですけれども、まあ本当はね、あれ結構1時間ぐらいもう連続でぶっ通しでいつも俺たちやってるんで、まあ本当5分、から8分ぐらいの動画になってると思うんですけれども、ちょっとね、一部分をもうそのまんまガーッと使ってる感じ、もう温まってる時を二人でね、使ってるので、うん。今日はちょっと足が痛かったから、まあ、あんぐらいにしといてやりましたけど、まあ、ね、体調が万全だった時の1対1っていうので、ね、また乗せられたらいいなと思うので、はい。オフがまだ続くんですけれども、その間もね、グラウンドとか使えたりしたらね、また動画載せていきたいと思いますのでね。ぜひチャンネル登録は切らないで、そのままで、僕の動画を期待して待っててください。それでは、ね、皆様久々でした。ありがとうございました。めっちゃ噛んでんな今日。